青山渚の迷わず渚。ナギっ子の皆さん、こんばんは。青山渚です。この番組は迷わずに青山渚自身の気持ちを素直に皆さんに伝えていこうというパーソナル系トーク番組です。皆さんぜひハッシュタグマヨナギとハッシュタグ迷わず渚をつけて X などでも実況しながら楽しんでください。マヨナギ、迷わず渚は全部ひらがなでお願いします。今日で2024年が折り返します。6月30日、マジ明日から7月。早くない？半分終わっちゃうの？いや、上半期ね、振り返ってみて皆さんいかがでしたか？私はですね、怒涛でした。本当にもう何なんかもう3年分ぐらいを過ごした感じですね。まずはなんかリエラのね、いろんな CD リリース、ライブイベントあり、写真集出していろんなグラビア雑誌出させていただき、ミュージカル出演、テレビ出て、バースデーイベントやって、アイスも10個食べた。そしてなんといってもお誕生日にソロデビューですね。ソロアーティストデビューもさせていただきましたね。こうしてみるとなんかさ、怒涛ってなんだろうね。怒涛というか超怒涛だよね。もう意味わからんスケジュールってこういうことって思ってたんですよ。でもね、なんかそれこそさ、私はリエラの一般公募オーディションで活動させていただいて、それきっかけでね、そのリエラの中の方々しかわからないんですよ、活動の、どうやって活動してるのかみたいな。それがだんだんソロの活動が増えてって、いろんな現場行って、明日のスケジュールはこんな感じでとか、そういうのを聞いてると、あ、私まだまだやれんなみたいないや本当にもうミュージカル、それこそね、ミュージカル出てる方々のお話聞いてたら、本番午前中から入って、現場入って、昼公演夜公演やるんだけど、その昼公演の前に別の仕事やって、昼夜やって、その後別の現場行ってとか、そういう人方がたくさんいらっしゃって、なんかみんなすごいなみたいな。本当にそれで、あのパフォーマンス力で、いや本当みんな見えないところでたくさん努力されてるんだなっていうのを知って、よりなんかやる気が出てきましたね。青山さん、本当に1日24時間生きてる？36時間とかあったりしない？いや24時間ですよ。もう24時間を切り詰めて切り詰めて、もうね、最近学びました。時間がないんじゃない、時間は作るっていう、本当にもういかに効率よく生きるかっていうね、ことですよね。頑張りますよ、楽しいしね。上半期の抱負ありますか？健康に気をつけて頑張る。それしかないよ。もうだってこのスケジュールをね、絶対に穴を開けてはいけない。パフォーマンス力はより前回よりもレベルアップしたものをお届けしたいとか、いろいろ考えてたら、もうまずは健康を一番に頑張るしかないんですよね。でも最近気づいたことがあって、一時期、去年かな、めちゃめちゃ体脂肪を落としてた時期があったんです。その方がなんか見た目映えるかなみたいなと思ってたんですけど、本当に風邪ひきやすくて、筋肉だけにしたら体脂肪がないとやっぱり体の組織って守れないんですよね。で、今期ですね、上半期マジで絶対に体調を崩せないっていうのが分かってたので、ちょっと体脂肪を増やそうかなと思って、そしたらマジで風邪ひかない。やっぱりね、みんなダイエットは大事だけど、体脂肪はある程度は持っておかないと健康にね、支障が出てきちゃうので、これは本当みんなね、痩せたいとかいろいろ思ってる方いると思うんですけど、ある程度の体脂肪は落としたらダメですっていうことを身をもってね、実感した上半期でございました。なぎっこのみんなもぜひ太ろう。いやダメですよそれはダメですよ。健康な、なんていうの、いい距離感、いいさ、太ろうじゃない、程よい体型がやっぱいいですよね。で、痩せたかったら運動をして筋肉つけてね、体重が全てじゃないです、見た目の方が重要なので。私も多分体重的にはそんな低くない、なぜならめちゃめちゃ筋肉量が多いからです。なんか同じぐらいの体型、見た目の人でも私の方が多分体重的には増えてるみたいな、そういうこともありますので、体重はあまり気にしない方がいいですよ。でも体脂肪はね、ある程度あった方がいいということを皆さんにお伝えします。それでは最後まで迷わずお付き合いよろしくお願いします。青山渚の迷わず渚スタートです。青山渚の迷わず渚。皆さんから届いたメッセージ、質問、日常の報告などのメールをご紹介するふつおた渚のコーナーです。
今回は5月12日19日にお届けした青山渚バースデー記念スペシャル動画放送の中で実施したスタジオ内に起きた10個の変化の答え合わせをしていきたいと思います。ということで、まずは皆さんから送っていただいた回答メールをご紹介しましょう。いや待て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 ということで、まずはじゃない、その前にまずは話させてくれ、今日6月30日、5月12日19日、1ヶ月以上前大変お待たせいたしました。あのね、スタッフさん的には本当はもうちょっと早くね正解を発表しようと思ってたんですけど、アーティスト活動が始まり、リリースが2曲あり、ミュージカル、そしてゲストが来たり、ちょっとね、私から早く言いたいなっていうことが、リアルタイムで言いたいなっていうことがたくさんありすぎた結果、ここまで長引きました。はい、やっとです。お待たせいたしました。ではね、発表したいと思います。まずはなぎっこのめんめんだこさんからいただきました。何度もアーカイブ見比べて目を凝らして間違いを探しました。お、ズバリ違うところはなぎちゃんが25歳から26歳になってる、どうでしょうか。こちらの回答は不正解。残念。この回を収録してる時ですね、私まだ25歳だったので、こちらの回答は不正解になります。だまーい。だって服は変わってるけど年齢変わってないもん。2本撮りだからね。残念でした。あ、こういう感じね。この回答多かった。え、本当に？みんなもうちょっと現実を見た方がいいと思う。変わってないから。そんなね、夜中に収録してるわけじゃないからね。続いてなぎっこのチャーエンさんからです。完全に分かったかもしれません。ズバリ生卵がゆで卵になった。万が一違ってたら煽ってください。こちらの回答は不正解。机に置いてあったゆで卵でした。もうこれはね、最初からゆで卵で変わっておりません。ちなみにこちらのゆで卵ですね、深読みしすぎたなぎっこが引っかかりそうな罠というもので用意しました。まんまと引っかかってやんの。はい、次。なぎっこのアッキーさんからです。間違いを見つけました。それはバラのつぼみがなくなった、どうでしょうか。こちらの回答は不正解。これもしかして途中でつぼみが落ちちゃったのかなと思って、スタッフ総動員で映像を確認したらしいんですけども、バラには変化がありませんでした。残念。何を見たの？何の変化があったの？大丈夫？疲れてる？よく寝てね。続いてなぎっこの山さんからです。間違いを見つけました。それはラグビーボールです。こちらは不正解です。ラグビーボールはいじってません。え、ってかラグビーボールの何が変わったと思ったの？逆に気になる。え、全然動いてなかったはず。もうみんな新しいものが見えてきちゃってるよ。え、大きくなったって人がいました。ラグビーボール大きくなったの？何それ、なってないよ、同じものだよ。いや、おもろいな。え、なんか全然みんな当たらなくない？ちょっと。続いてなぎっこの鬼丸さんからです。間違いは青山さんが裸眼になった。最後どうしても見つからなくて一か八かで送っています。一か八か、お、この一か八かで送ってくれた答えは不正解。賭けに負けましたね。人生そんな甘くありません。裸眼、私はコンタクト、透明のコンタクトをつけております。どんまい。次、なぎっこのそらさんです。間違いを見つけました。画面の外のマヨナギスタッフさんが全員鶏肉総柄 T シャツを着ている。ん、こちらは不正解。ですね、そもそも総柄 T シャツはまだ非公式でも存在しておりません。総柄 T シャツ作ってないですね、この世にありません。あとですね、画面の外の間違いまでカウントするほどマヨナギも鬼ではありませんとのことです。うん、
総柄 T シャツないよ。あのなんかとんでもないさ、あの 2,3 分クオリティで作ってくださったっていう、あのお誕生日にもらった T シャツ、あれしかまだないですよ。あとは大きい鶏肉が書いたやつだけですね。総柄 T シャツ欲しいな。続いて、なぎこの黒い葉っぱさんから間違いを探しましたとのことです。なんかめっちゃあるよ。1、サイコロが大きくなった。2、観葉植物がなくなった。あ、これ全部あるじゃん。3、なぎちゃんの髪型が変わった。4、なぎちゃんの服装が白いスカートから黒っぽいパンツに変わった。5、ワニワニパニックの歯の押されてる本数が増えた。6、ウノがトランプになった。7、ペットボトルの種類、キャップの色が変わった。8、けん玉の種類、色の並びが変わった。9、なぎちゃんの耳飾りが変わった。10、なぎちゃんがまつげを増量した増量した11、なぎちゃんが指輪を外した。何度考えても11個なので11個で送りますとのことです。こちらのメールは全問正解です。すごい。10個ってね言ってたんですけども、なぜ11個になったか先に理由をね説明しますね。マヨナギスタッフさんが指輪を外す、あと、ま、あの耳飾りが変わったという2つのポイントをアクセサリーが変わったと1つにまとめていたことが原因でした。てへっだっててへということで、黒い葉っぱさん全問正解です。おめでとうございます。ただね、今回はもちろんこの中のどれか10個を回答してくれた方は全問正解となっております。ちなみに一番正解率が低かったのはまつげが増量したでした言い方言い方、まつげが増量した、間違ってないんだけど、あのそうなんですよ、つけまつげを2本目の時につけてたんです。でそれも雑につけたの、ちょっと剥がれてるぐらいにつけたの、分かりやすいように。ちゃんとつけちゃったら分かんないかなと思って、マヨナギの公式 X に最後さ写真とか載るじゃないですか、ツインテールしてる時の私を見てほしい。まつげが絶妙に外れているっていうすっごいダサいのつけてるから、何も知らない人からしたら、えこの人化粧完成してないのになんでこの写真撮ってんのみたいになる。だからすごく恥ずかしくてリツイートしようか迷ったもんそうなんです、まつげが増量したんですよ。つけまつけました。ということでね、番組サイドが想定していた間違いはこの11個だったんですけども、あのこちらのメールもご紹介しましょう。なぎっこの水の雪さんからです。間違いを見つけました。ルービックキューブの向きが変わった、どうでしょうか。こちらのルービックキューブの向きですが、想定していた11個には含まれていなかったんですけども、スタッフさんが映像を確認したところ、確かに感化できないほど向きが変わっていたので正解とさせていただきます。え、なんて、何が起こってる、え、何どういうこと。ルービックキューブ変えてないつもりだったのに、実は多分なんか触れちゃって向きが変わっていたと、でそれが無視できないほど変わっていたから正解。増えてんじゃん、間違い探し増えてんじゃん、そんなことある。あー、ちゃんと見ててくれたんだね、ありがとうございます。あー、これむずいね。確かに向き変わってるわ。2本目真正面だほぼ。でも1本目はちょっと傾いてる。ちょっとあれだね、大きいサイコロに変えた時にずれちゃったのかもしんないね。あー、むずいわ、すんごみんなよく見てくれたね。何回ぐらいみんなアーカイブ見てくれたんだろうその回だけ再生回数めっちゃ多そうそしてこちらのメールもご紹介しましょう。なぎっこの君にあげるキムチなんてないさんからです。間違いはズバリブラインドの角度が変わったです。こちらのブラインドの角度ですが、ですね、ちなみにこちらもね、想定していた11個には含まれていなかったんですけども、スタッフさんが映像を確認したところ、確かに感化できないほどの角度が変わっていたので、ちょっと待って同じ文章なんだけど正解とさせていただきます。何これ多分時間経過による太陽の向きの変化によるものだと思われます。ということでブラインドを指摘してくださった方も正解とさせていただきます。ブラインドの向きが変わった、言われてみれば
確かにあれだね、まあ、収録時間ってそんなさ30分ぴったりで終わるわけじゃないので、まあ、数時間かかるんですよ。3時間ぐらいあって、多分あれじゃない、影になっちゃってるんだね、日が落ちて。そういうことだ。まあでも確かに変わってるか変わってないかって言われたら、色味がちょっと変わってると言っても、まあ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 しゃあなしということで、正解でございますということでね、改めて正解を発表させていただくと、1サイコロが大きくなった、2観葉植物がなくなった、3青山渚の髪型が変わった、これはストレートから、ストレートじゃないな、巻き髪からツインテールになりましたね。4青山渚の服装が白いスカートから黒っぽいパンツに変わった、白いふわふわのスカートからあのミニのパンツに変わりました。5ワニワニパニックの歯の押されてる本数が変わった、これは結構わかりやすかったですね。6ウノがトランプになった、あったね。7水が変わった、これはねペットボトルのキャップの色が変わりました。8けん玉の色の並びが変わった、変わってますね、赤と青変わっております。9耳飾りが変わった、そうピアス変えました。10まつげを増量した言い方言い方、2回目のまつげはつけまをつけております、雑につけております。11指輪を外した、正解。12ルービックキューブの向きが変わった、そして13ブラインドの光の角度が変わった、この13個中10個を回答してくださった方は全員正解とさせていただきます。皆さんたくさんのご応募ありがとうございました。いや本当にたくさんのメッセージ、とんでもない量のメッセージいただきまして、本当にこれ合ってる合ってるって全部一つずつね確認してったんで結構時間かかっちゃいましたねありがとうございます。ということでね、まああれなんですよ、10個とも正解だった人大体ね30人ぐらいいらっしゃったそうでね、本当嬉しいですね。この中から抽選で10名様にマヨナギ公式非公式ステッカーをプレゼントさせていただきます。当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきますので、当選した方はぜひ SNS などでマウントを取ってくださいということで皆さん特別企画へのご参加ありがとうございました。なぎっこのピープさんからの叫んでなぎさ、昔のブログのログインパスワードが分からなくて、中学生の時に書いた黒歴史が消せない。とりあえずさ、今からそのブログの URL 送ってね。青山渚の迷わず渚、引き続き皆さんからのメールをご紹介しましょう。なぎっこのニコブレさんからいただきました。ホミニスで展開されているなぎちゃんのインタビュー読みました。ありがとうございます。バースデーファンミーティングの感想をはじめ、アーティスト活動に対する思いや心境や熱意が伝わってくる素敵な内容でした。特に目が止まったのは、なぎちゃん自身としての歌い方を見失っていた時期があったと語られていたところです。今までメンバーやキャラクターを背負い歌っていたからこそ、もう一度自身の歌い方と向き合い、アーティスト活動に向け準備を進めていたことに驚きました。私は青山渚として歌う姿をずっと待ち望んでいたので、今後のアーティスト活動期待しかありませんとのことです。ありがとう。続いてなぎっこのタイさんからです。ホミニスさんのインタビュー記事読みました。ありがとう。特に読み応えがあったのが解放についての話です。歌詞の裏話や衣装の生地や色味をプロデュースした話など、今まで聞いた以上に細かくこだわっていて、デビューシングルに対する熱量が文字からでも伝わってきましたとのことです。ありがとうございます。ホミニスさんのインタビュー記事がネットの方で公開されていまして、皆さん読んでくれたでしょうか。あのバースデーイベントの夜公演で着ていた黒いねお衣装の写真がたっぷり載っている記事となっていまして、それこそ解放のねお話もさせていただいて、結構詳しく話してますね、インタビューっていうことで。他のなんかさ、ラジオとかでも話すんだけど、そこでは触れたことないようなねお話だったり、あとはねやっぱりずっと声優としてキャラクターを背負って歌うことが多かったので、本当の自分の声ってなんだろうって分かんなくなっちゃって、なんていうのかな、アニメで歌う声色と青山渚として歌う声色と、あとはミュージカルの発声とかって、それこそ J-POP の歌い方と全く違うので、もうそれを 3つ同時並行でやっていた時期は、あれなんだっけなみたいな、その次の現場に行ったら歌い方変えて、あ発声こっちじゃないんだみたいな、ミュージカル行ったらもっと体を鳴らしてマイクいらないぐらいの声量で歌わなきゃいけないけど、レンちゃんの場合は体を鳴らすんじゃなくて
鼻腔の方に響かせて低音のローを切って可愛い声で歌わなきゃとか、でも青山なぎさになったらもっと高音よりかは低音のローをすっごく出して響かせるような歌い方にしたいなとか、いろいろ考えてたら分かんなくなっちゃいまして、でもそれをだんだんね、毎日毎日や繰り返しやっていくうちに、あ、私の歌い方こっちだわっていうのをね、久々に思い出して、なんかそういうのもいろいろやっているからこそ生まれる葛藤でもあり、でもそれがあるからどんどん前に進んでいけるんだなって思いましたね。ちなみに解放が1曲目で君とが2曲目だったのには何か理由があるの？そうですね、やっぱりファースト一番最初の曲って印象に残りやすいじゃないですか。その時に青山渚がやりたい音楽性とかをバンって出すとしたら解放なのかなって思いまして、そう、解放と君とは同じ時期にやろうっていうのが決まってて、でもどっちを最初に出すかってなった時に、もちろんね、その感謝の気持ちを伝えられるっていう点では君ともいいかなと思ったんですけど、今後出していく曲の雰囲気とか、私結構難しい音階とかちょっとね凝ったおしゃれな音楽が好きなんですよ。そういうのをやりたいなっていうのがあったので、どちらかというと君とは結構ストレートなね曲調なので、ってなると一発目は解放かなみたいな、そう、私の主軸となる曲が解放かなと思ったので、そっちを一番最初にリリースさせていただきました。続いて、なぎっこの酸素となぎよで生きてますさんからです。先日ストーリーにミュージカルフランケンシュタインを感激しましたとありましたが、渡韓していたんですか？韓国に行ってもミュージカル見るなんて本当に好きなことが分かってきました。ずっとまた韓国に行きたいとおっしゃっていたので韓国でのお話お聞きしたいですとのことです。ありがとうございます。渡韓してたんですか？そうなんです、そうなんです、めちゃめちゃ、なんならまだ12時間前は韓国にいた。そうなの、韓国でねこの時間何してたかな、なんか電車の切符買ってたかも。懐かしい、懐かしくないけど懐かしいな。そうなんですよ、韓国にねもう完全プライベートで行ったんです。で、ミュージカルを見てきまして、フランケンシュタインっていう作品があるんですけども、これね 4,5 年前に日本で上演されてて、その時に見て、あ、いつか見たいなと思ったら、あれ、ちょうど渡韓する時にやってるじゃんってことで急遽チケットを取ってね見に行って、本当は一人で見に行く予定だったんですけど、現地でね友達ができて、そう、すっごいね、なんかね頭のいい女の子で、私よりも年下だったんですけど、いろいろ通訳も、日本人で韓国で結婚されて向こうに住んでる方で、たまたま仲良くなって、そこからその子と2日間遊んでた。で、面白いのが、最初ね幼馴染と2人で韓国行く予定だったんですよ。なんだけど渡韓する前日にその子がちょっと病気になっちゃって、これもう行けないみたいな、もう熱もすごい出ちゃって、ごめんねって言われて、あれ急遽一人旅、あれどうしようみたいな、あれあれ、私韓国語ハングル1文字も読めないぞみたいになって、これやばいやばいやばい、終わったって思ってたんだけど、まあちょっと手当たり次第に声かけてみたんですよ。4日間行ったんですけど、3日くらいオフとかないかなみたいな、前日にいるわけないじゃないですか。で、いやもうダメかなと思って、でもう一人幼馴染がいて、その子にちょっと行かな、もうホテル代とか私出すから行かないって言ったら、たまたま3日間オフの子だったんですよ。それで急遽私がもう韓国行ってる時にチケット行くって時にチケット取ってくれて、1日遅れないぐらいで来てくれて、もうありがとうございますって感じでね。それで最初は一人旅なので、どこ行こうかなみたいな感じで、ナビレラのね、ミュージカルナビレラの元になったものがウェブ漫画と、あとネットフリックスでやってるドラマがあるんですけど、せっかくだったらドラマの聖地行こうと思って、一人でカフェ行って、そこで写真撮って、もう一人なのにでさ、一人で韓国語喋んなにずっと、もうあ、すごいすごいすごいみたいな、ちょっとねオタク化してましたね。でいろんな写真撮ったり、美味しいもの食べたりして、でミュージカル見て、楽しかったね、最高でした。また韓国行きたいな。でもほんとずっと食べてた、あとなんか1日2万歩ぐらい歩いてる。歩きすぎ、いろんなところをひたすら散策して楽しかったんですよ。あんまりね、なんだろう、寝てないつもりはないんだけど、あんまり寝てなかった。なんか5時間ぐらい、いつもと変わんないかも。そのぐらいハードスケジュールで楽しかったですよ。何食べたのか、何食べたかな、韓国料理をずっと食べてましたね、本当にずっとずっと食べまくって。
でも自分の写真はあんまり撮らなくて食べ物しかないっていうことに途中で気づいて、やばいやばいみたいな。で、え、私自分の写真ないって言ったら、あのフランケンシュタインの写真を撮ってくれたので、いつかのもう載せてるかもしれない、 SNS にあげようかなって思ってます。なんかね、マンゴーのかき氷、だいたい日本円で3800円とか高いのなんだけど、それを友達3人で食べてめっちゃ美味しかった。最高。あと辛いものも食べたし、あのサムギョプサルとかね、あれだ、日本じゃ食べれないけどユッケが向こう美味しいんですよ。でユッケビビンバが有名なお店に行って、もう感動しましたね。超美味しかった、最高でした。あとミョンドン餃子、ミョンドンで食べたり、何、あとはね、グリークヨーグルトがね、あの有名で、夜中の12時とかに食べたりとか。生きてるタコのやつ食べてないんですよ。そう、食べたかったんですけど予定が合わなくて食べられなかった。ピュンピュン。でも本当にいろんなもん食べました。キンパも食べたし、あと現地の屋台で売ってるようなねスイーツとかも食べて楽しかった。めっちゃお金使った普段さお金使わないからさ、もう韓国で多分今後旅行行ける機会もないと思うんですよ。そう、この韓国旅行もうこの業界入って初めて長期間でお休みいただいて、4日間でもうひたすら朝から遊んでて、そんなのできるのってあんまないじゃないですか。だからもうここでいろいろ使おうと思って、お洋服たくさん買ったりね、美容品めっちゃ買ってきました。楽しかったでございます。ということで皆さん、たくさんのお便りありがとうございます。なぎっこのコンさんからの叫んでなぎさん、ケチって通販で安いやつ買ったら不良品が来ちゃったんだけど、返品がめんどくさい。それはね、その業者の狙いかもしれないから気をつけるんだよ。青山なぎさの迷わずなぎさん、そろそろお別れの時間が近づいてきました。さてこの番組では皆さんからのメールを募集しています。メールアドレスはnagi@joqr.net nagi@joqr.net です。そして番組のアーカイブが文化放送 A&G 公式 YouTube チャンネルで毎週月曜に更新されますので、こちらもチェックしてください。さらにマヨナギ公式 X には番組情報の他にも、ナギっ子のニキシーさんからのリクエスト、掃除の時間、掃除道具で遊んでいる青山渚の写真もアップされますので、ぜひこちらもチェックしてください。遊んでいいのね、 OK。 それでは青山渚情報です。現在配信シングル解放と君とがリリースされています。あの解放の方はミュージックビデオもございますので、ぜひたくさん見ていただければなと思っております。そしてね、君とはもう本当に応援してくださっている皆さんに向けた楽曲となっていますので、なんていうのかな、なんか今日仕事行きたくないな、学校行きたくないなとか、なんかこれやんなきゃいけないけど勇気出ないなっていう時にね、ぜひヘッドホンとかイヤホンをつけて聞いてくれたら、すごいなんかちょっとは前向きな気持ちになれるんじゃないかなと思って作った楽曲でございます。ぜひどちらもたくさん聴いてください。よろしくお願いします。それでは今回の迷わず渚はここまで。お相手は青山渚でした。またねー。